皆さんこんにちは、フォーカスです。プロアスリートの多くは幼少期から高いモチベーションで練習を重ね、多くの自主練を経てそのスキルを身につけています。しかし残酷にもその血の滲むような努力を最小限の努力で超えてしまう天才と呼ばれる人間がこの世の中には存在します。 B リーグでプレーするある男はその天才であり、全国トップの大学における主力選手でありながらほとんど自主練をしませんでした。しかし自他ともに認める練習嫌いのその男は、あるきっかけから大学4年生にしてチームで誰よりも練習に打ち込む練習の虫へと覚醒するのでした。大の練習嫌い、プロになることすら考えなかった194センチの天才は、驚異の成長曲線をたどる努力の天才と化し、リーグを代表するオールラウンダーとなります。ということで今回は増田圭介選手について紹介していこうと思います。それではどうぞ。1998年1月12日、温暖な気候で豊かな自然に恵まれた静岡県焼津市に増田選手は生まれました。彼がバスケットボールを始めたのは小学校3年生の頃でした。仲の良かった友達からバスケに誘われたことがきっかけだったそうですが、大きな体とその体からは考えられない身体能力、そして卓越したバスケセンスですぐに上達していきました。中学では隣町の私立静岡大成中学校に進学します。ここでは1年2年と全国大会出場を果たします。全中ではこの2年とも決勝トーナメントに進むことはできませんでしたが、しっかり全国でも勝ち星を飾っていました。またジュニアオールスターでは静岡選抜としてプレーし、ここでも予選リーグで敗退となってしまいますが、185センチありながら器用に様々なプレーをする彼には多くのバスケファンから期待の目が向けられました。その後はアンダー15日本代表に一つ下の世代でありながら飛び級で選ばれると、その才能は有識者からも高い評価を受けました。高校への進学を考えた増田選手は2つの強豪校からオファーを受けますが、学校の綺麗さと練習の雰囲気に惹かれ、福岡大学附属大濠高校に進学することを決意します。高校に進学した増田選手は1年次から多くのプレータイムを獲得します。入学後すぐのインターハイでもしっかりベンチ入りし、出場機会を獲得すると大濠高校は3位に輝きます。ウィンターカップでは青木選手、葛原選手、津山選手、杉浦選手、野口選手という反則的な先輩の中で唯一の1年生としてスタメンを任されると、その類まれなバスケセンスで準優勝に貢献。彼の高いバスケット IQ は片峰監督からの信頼も厚かったそうです。2年次ではさらにチームでの存在感は大きくなり、牧選手とともにチームの勢いをもたらすプレイヤーとして活躍します。するとインターハイでは八村選手の明星高校を破り優勝、日本一に輝きました。続くウィンターカップでもインターハイチャンピオンとして凄まじい勢いでトーナメントを駆け上がりますが、八村選手率いる明星に敗れ準優勝に終わることになります。昨年から2年連続で八村選手を攻略できず優勝を逃した増田選手は、自身の高校ラストイヤー3度目の正直、打倒八村を掲げて挑戦することになります。しかし彼のラストイヤーは高校のキャリアで最も苦しい時期となります。ディフェンディングチャンピオンとして挑んだインターハイでは初戦の藤枝明誠戦76対85でまさかの敗戦、優勝候補の一角が初戦にして姿を消すことになります。いくら大堀といえど全国の予選を勝ち抜いてきたチーム相手に簡単に勝てるほどインターハイは甘くありません。しかしその悔しさを冬にぶつけるべく練習に取り組んだ大堀高校はウィンターカップ出場を達成、強豪ひしめく福岡県での予選をしっかり勝ち上がりました。そして迎えた本戦、初戦に住む魔物に再び狂わされることになります。初戦の相手は中部第一高校、いきなり強豪校同士の好カードでした。試合は一進一退の手に汗握る展開となります。第4クォーター残り 3.7 秒で大堀2点リードの場面、中部第一のザン選手が残り0秒でファールを受けフリースローを獲得。フリースローが苦手な彼でしたが2本とも沈め、オーバータイムに突入します。オーバータイムでもシーソーゲームは続き、残り時間20秒を切ったところで西田選手が3ポイントファールを獲得。4点ビハインドであるため最初の2本を決め、3本目をリバウンドに託してわざと外します。オフェンスリバウンドをつかみ取った増田選手はファールを獲得。この時点差は1点差、1本でも決めれば同点のこの場面で増田選手はフリースローを2本落とし、そのまま試合は終了。80対82の激闘を演じた大堀高校はまたも初戦にして全国の舞台から去ることになりました。
打倒八村を掲げて挑んだこの大会は、八村までたどり着くことなく終わってしまうのでした。悔しさのあまり泣き崩れる大堀メンバーでしたが、この試合はこの大会のベストゲームと言っていいほどハイレベルな素晴らしい試合でした。高校でのキャリアを終えた松田選手は大学進学において多くのスカウトを受けますが、その中から杉浦選手や青木選手が進んだ筑波大学に進学することを選択します。大堀筑波ラインという絵に描いたようなスター街道を進む松田選手は、アンダー15日本代表に選ばれてから毎年当たり前のように世代別の日本代表に選出され、結果を残してきました。中でも素晴らしかったのはアンダー19世界大会でした。早生まれである彼は八村選手とともに一つ下の世代で代表に参加し、歴代最高の世界10位に輝きました。大学に話を戻すと、1年生のシーズン、筑波大学は黄金世代真っ只中であり、4年生に生原選手、三田選手、木林選手、小原選手、3年生に杉浦選手、馬場選手、2年生に青木選手、玉木選手がおり、この反則的なメンバーの中で1年生ながらプレータイムを獲得します。結果、その年のタイトルを筑波大学が総なめし、3冠を達成。筑波大学としては3年連続のインカレ優勝を達成する快挙を成し遂げました。主力が各世代にいる筑波大学の王朝はまだまだ続くと思われたその時、突然大きな試練がやってきます。エースの馬場選手がバスケ部を退部し、 B リーグへと進むことになりました。絶対的エースの離脱、チームに与える影響は未知数でした。馬場不在で挑んだ2年時のインターハイ、増田選手はチームの得点源として大活躍し、決勝の舞台まで駒を進めます。決勝の相手は大東文化大学、第3クォーターまで大接戦となりますが、最終クォーターに失速、16得点を奪っていた増田選手は試合時間残り4分の場面で退場。ここで勝負は決まり、87対68で敗戦。筑波大学は4連覇を達成できず、準優勝に終わりました。そして王座奪還に挑んだ大学3年生のインカレでは、東海大学に惨敗、ベスト4で姿を消しました。完全に筑波王朝は終わった、そんな雰囲気が大学バスケ界に現れ出します。そんな時、増田選手にある変化が訪れます。実は増田選手は天才肌の選手であり、高校時代から上昇意欲がなく練習嫌いで有名でした。もちろんそれは周りのトップレベルの選手と比べてという話ですが、彼はほとんど自主練をしなかったそうです。本人曰く、やらなきゃいけないことは分かっているけど、遊びの誘惑に負けてしまう、だそうです。しかし、そんな自主練をしない男がここから誰よりも早く体育館に行き、黙々と自主練に励むようになっていきます。そしてもう一つ、彼に大きな転機がやってきます。それは特別指定選手としての活動でした。彼がバスケットボールを始めた頃は、バスケットボールのトップリーグは実業団チームと BJ リーグであり、少年時代に BJ リーグを見た松田選手が持った印象は盛り上がっていないというものでした。その印象は非常に強く彼に残っており、 B リーグが開幕しても B リーグの試合はほとんど見ていませんでした。 B リーグを見に行くくらいなら旅行に行く、そんなマインドだったそうです。そのためインカレ後、川崎ブレイブサンダースから特別指定選手としてのオファーがありましたが、すぐには返事ができませんでした。そんな彼に筑波大学の吉田監督は、何事も経験だから違う世界を見ておくのはいいことだぞとアドバイスをし、増田選手は川崎の特別指定選手として B リーグに参加することになります。すると彼に想像もしていなかった景色がやってきます。綺麗で大きなアリーナに満員の観客、試合以外でもエンターテインメントして工夫されたそのアリーナは、増田選手にここでプレーをしたいと思わせるには十分でした。またプレー面でも大きな変化が生まれます。これまで4番ポジションでプレーしていた彼は3番ポジションにコンバートします。このポジション変化に対応するべく、川崎でも必死に努力する彼にコーチ陣も手厚くサポートします。大の練習嫌いだった増田選手の姿はもうどこにもなく、そこにあるのは体育館で誰よりも熱心に練習する爽やかな男の姿でした。大学に戻ると、一皮も二皮も向けた増田選手は最高の状態でラストイヤーを迎えます。大学の集大成となる最後のインカレでは、決勝で3本のスリーポイントを含む21得点を奪い優勝、1年生以来3年ぶりの優勝でした。またこの大会で優秀選手賞とアシスト王を獲得、3番ポジションのプレイヤーとしてアシストもできることを証明しました。1年時では圧倒的な強さで優勝、2年3年と苦い経験をして4年時に優勝し、優秀の美を飾る漫画のようによくできた大学生活だと思います。そしてインカレを終えると、再び川崎に戻り、2年目の特別指定選手としての活動が始まります。このシーズン14試合に出場し、1試合平均 9.1 分、 3.1 得点、 0.9 リバウンド、 0.2 アシストを記録します。翌シーズンは3年目にして正式契約となり、ルーキーシーズンを迎えます。このシーズンは1試合平均 14.2 分、 5.1 得点、 1.5 リバウンド、 1.0 アシストを記録。
川崎の天皇杯優勝にも大きく貢献しました。そしてこのシーズン彼が残した活躍は評価され、シーズン終了後 B リーグアワードにて新人賞ベスト5に選出されます。その後も川崎一筋で天皇杯2連覇に貢献し、強豪川崎におけるローテーションの一角を担っています。クレバーでセンスあふれる彼のプレーは、出場時間こそ多くはありませんが、見ている人を楽しませる力があると思います。 B リーグになって川崎はまだ一度もリーグ優勝がありません。優勝における大きな鍵を握るのはこの増田圭介なのかもしれません。大の練習嫌い、自主練をほとんどしない世代トップの天才プレーヤーは、 B リーグというプロの景色を知り、誰よりも練習する努力の天才となりました。努力を知ったその天才はリーグに革命を起こすオールラウンダーとなるでしょう。いかがだったでしょうか。今回は増田選手について紹介してみました。この動画が良かったり、このチャンネルに興味を持ってくれたりした方は、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、I must be going.